6番です。さあ6番は池へと向かってまっしぐら。さあ10番も動き出して池へと向かっております。先頭集団は6番10番といったところか。ただいまよりこちらゾウガメ牧場前イベント広場におきまして、伊豆名物大爆笑大興奮の仮面レースを開催いたします。ただいまゲートにしております10頭の仮面たちをこれより一斉にスタートさせまして、どの仮面が一番早くこちら白線ゴールまでたどり着けるのかを予想してください。よーい、1番、2番、6番、5番、7番、8番、10番、1番、3番といったところか。さあ3番、4番、9番と押し出されて、ただいま前頭のカメさんたちがスタートを切りました。先頭は6番ですね。6番は先頭走る6番のカメ、あとを追ってくるのは10番、2番といったところか。ただ10番、2番が止まってしまって動いてるのは 6番です。さあ6番は池へと向かってまっしぐら。さあ10番も動き出して池へと向かっております。先頭集団は6番、10番といったところか。あとを追うのは7番、8番のカメさん。さあ他のカメさんたちは自由に周りを歩き回っております。3番に関しては横を向いてしまっており、4番は完全に後ろを向いています。5番はゲートから動き出したものの、そこからは歩き出す様子がありません。9番もゲートから出て一向に動く気配がありません。さあ池の前で8番、6番、10番、7番のカメが立ち往生。池からと池へと飛び込んでくれるのはどのカメか。さあ2番が坂を下って池へと向かって歩き出した。さあ7番、ここで池へと突入か。池へと一歩二歩と前へと踏み出して池へとゆっくりと突入しました。7番池へと突入しました。続いてくれるのは6番か。さあ2番も池へと突入、釣られて8番と6番のカメたちが池の中へと飛び込んでいきました。さあ1番のカメはゼッケンが脱げてこのまま、本気モードか。さあ10番のカメは池に入る気配が全くありません。7番のカメ、ここで池から這い上がってきました。池から這い上がってきたのは7番です。続くのはどのカメなんでしょうか。さあ8番も出てくる気配はありません。10番が池へと突入です。3番、9番、4番、5番のカメは動き配が全くありません。4番に関しては完全に逆方向を向いて止まってしまっています。さあ池から這い上がってきたのは8番です。さあ7番はずんずんとオフロードゾーンを越えていますが、先には落とし穴、目の前に落とし穴があります。さあ7番、落とし穴を避けてゴールしてくれることができるのか、はたまた8番が追い抜かすことができるのか。さあ7番、8番動きが止まってしまった。休憩タイムか。他のカメさんたち追いかけてくる気配も全くありません。さあそろそろ動き出してほしいところですが、さあ8番が歩き出した。さあオフロードゾーンへと向かって歩き出した8番、7番は未だに歩き出す気配がありません。さあ先頭は8番へと変わるか。7番のカメは未だに休憩中。さあ8番が7番を追い越し先頭へと立ちました。さあ8番先頭へと立って猛ラッシュ。このまま勢いが止まらずゴールしてくれるか。もう後から追ってくるカメもいない。8番ものすごい勢いでゴールへと向かってまっしぐら。あと一歩で8番がゴールです。はい、それでは、ね、8番の仮面券をお持ちのお客様いらっしゃいましたらこちらへお集まりください。景品を交換いたします。本日は体感型動物園伊豆へとお越しいただきまして誠にありがとうございました。
ごいね、天然キツクゼの木なんです。We'll be right back.